こんにちは、つよぽんです。今日のつよぽんアートはですね、今一生懸命ちょっと描いている絵のですね、まあ、途中なんですけれども、ここまでどんな風にして描いてきたかっていうようなことをですね、まあ自分の記録のいう意味合いもあるんですけれども、ちょっと振り返りつつ、もしよろしければ見ていただければ嬉しいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、線ですね、非常に細い線 0.25 ポイントという線でですね、えらい勢いでこれ描きました。これ多分3時間ぐらいでですね、えらい勢いで描いたんですけれども、その時に、まあ、これ写真見て描いたんですが、まあ、やっぱり絵なんでちょっといろんなことを考えながら、まず例えば遠近法っていうんですかね、まあこの、まあ、その線の中心というか、でこういうのってあれなんですよね、その目線の高さによって変わってくるというか、だからこの、この風景を見ている人の目線が、まあ、水面からまあざっと 1.2 メートルはない、でもまあ50センチってことはないなと、1メートルちょいぐらいでしょうかね。でそれがもしもう少し目線が高ければ、この中心はもう少し上に来るわけですが、やはりまあ、この辺りということで、そのただこの川がまっすぐではない、曲がっているっていうところが、その構図として非常に面白いというかね。だから建物がその川がまっすぐで、建物もその川岸に同じラインで立っていれば、このラインにぴったり沿って全ての建物が収まるわけなんだけれども、そうではないところがまず構図として非常に面白いなと思いました。で、最初にお伝えしたように、まずザーッと書いていって、次に面白いなと思ったのは、このレイヤーも今のところですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 あってですね、背景ブルーっていうのなんか、これグラデーションなんですけれども、太陽の光がほぼほぼ後ろの方から当たっていて、左側はもうなんていうんですかね、影の世界というか、で右側の世界は明暗くっきりだなということをね、その思いましたし、それは表現したいなと思ったので、大まかなイメージを作る意味で、このグラデーションの真っ白系からブルーなグラデーションを時々表示したり、まあ、最終的にこれ入れようかどうしようかっていうのはちょっと考え中なところはあるんですけれども、イメージしました。そして描きたいなと思った、何よりのそのこの空の色がとても美しい、はい、もうなんていうんですかね、イタリアな感じというか、そしてどういう構造になってるのかわかんないんですけれども、ここに船があって、そこに空の色と、多分ミラーボートみたいになってるんですかね、なんかその建物も映り込んでいて空も映っていると、はい、これがまず非常に美しいなと思ったということ。そして建物がこの川の水面にですね、逆さ富士のように映っている、これもすごく表現したかったんですね、はい。次にしたことは、この太陽の位置なんですね、はい。それで、もちろんこの線を描いている時に、そこはもう意識しながら線引いているので、それをガイドラインにして
シャドウをガーンと入れました。当然そうすると日向っていうんですかね、まあ、これ太陽のかなり長い影が入っているわけですから、朝か夕方なんですけれども、僕は朝なんじゃないのかなって思ったんですよね。それはまあこれだけおしゃれな街であれば夕方だったらベランダにね花とかさ出してたり、あと橋の上にも観光地でしょうから人も もう少し往来してそうなんですけれども、見る限り人はここに一人しかいない、だから朝なんじゃないかなと。はい、で途中で気づいたんですけれども、このシャドウをつけていてすごく不自然だなって思ったんですよね。こういう形で影が入っていて、でもなぜか船の影がこっち側にいるんですよね。その位置がまず決定的なのは影なんですけれども、普通はここに向かって船ってありそうな気するんですけれども、そうすると橋がね消えちゃう。だからこの船はすごく魅力的な構図だなと思ったんですけれども、お手本にしたのは写真だったので、これ合成なんじゃないかななんてふうにね思いました。だからものすごく絵に描いたような写真だったんですけれども、とても不自然なんですね。はい、だったら不自然な絵にした方が面白いなというふうに思ったのがあって、大胆にこっちにはもう大げさなくらいに影を、ただ影の色もですねすごくシャドウの、トーンっていうんですかね、ものすごい漆黒のような黒と、グレーに近いような黒っていうものをですね織り交ぜながらシャドウをつけました。で次にやったのが、中央の違うな、この建物なんですね。この建物にちょっと色をつけてみようと。でそれは色の、まあ、選び方というか、それもちょっと練習したかったので、ただなんていうんですかね、漫画で言ったらゴルゴ13なんかに出てくるような、まあ建物というか、ちょっとそんなようなね感じにしてみようと思いまして、だいぶ描いちゃってるんですけれども、はい、こんな感じですね。ブラウンとグレーの濃淡で建物を1個描いて、本も描いちゃってますけど、まあこれはかなり後半で描きました。でここら辺の建物は、まあ、そのブルーのグラデーションのブルー感が全部塗ってしまうとなくなってしまうから、特徴的なね、なんていうんですかね、建物の部位といいますか、パーツだけ塗っておこうかなというようには思ったんですね。で続いて中央の建物、これ奥の方なんですけれども、これも全部ねこういうこの建物のタッチで描くと、ちょっとなんか漫画みたい、まあ漫画が良くないっていうわけじゃないんですけれども、まあ写真みたいになっても面白くないし、漫画見たくなってもあれかなということで、どこまで塗るかなっていうのがね、それもちょっとその水彩画みたいな、ここは塗ってますけどここは塗ってないですし、ただまあなんていうんですかね、この雨戸っつうんじゃなんていうんだろう、その窓の何とも言えないいい色だなと思うところだけを塗ってますね。結構ね細かいんですけどね、なんかテレビのアンテナとかはなんか生活感があって逆にいいかなっていう感じで最初の段階で描いてたんですけれども、はい、それで、水面ですね、これなかなか難しくて、ここにレンガの建物があるから、当然その
水面にはなんていうんですかね、ちょっとだ大大っていうんですかね、まあ、あとここになんかね、その左側の方なんですけれども、なんか棒が水面からニョキって2本ほど出ていて、でそれが何だろう、水の中に入ってちょっと見えているところと、その水面に映っているところの、これもグラデーションで表現してみたいなというところではあります。実際はこの辺りってすごく黒いというか、もう夜というか、まあこれが朝だとすると、まだその夜のなんか帳を感じるような水面で、こっちはまあね、この茶色っていうのもすごく難しい色の選び方だったんですけれども、そうなんですよね、ここなんでこんな茶色かっていうと、この建物がレンガの建物だからなんですけれども、思いっきりね、その真っ白、色が塗ってないところと漆黒のシャドウがついてるから、これもうこれ以上ない明暗くっきりな日向な感じなんですけれども、これを思いきしですね、レンガに塗ってしまうと、いやまあ多少はどこまでね塗ろうか、まあ思いきり書き込んでいくか、ただまあここを塗らないで、この水面の茶色が、ああこれがレンガの建物なんだなっていう想像力をかきたてるのか、なんか汚ねえ川だなっていう風に、ね、なっちゃうかっていうのは、まあ、難しいとこだなとは思うんですけれどもね。でもここのその船のミラーというか、ここに、美しい青空と、まあ、この当然建物が映り込んでいる様をですね、うまく描くことで、この建物がレンガの建物なんだなっていうような絵にしようか、思い切り書き込んでみるか、ちょっとね悩み中なところはあるんですけれども、ここまでで書いているのはそんな感じです。で、線を一切消してしまうと、まあ、こんな感じで、まあ、これはこれでいいなという感じもするんですけれども、はい、あと線のね太さを変えたりすると絵のニュアンスはかなり変わりますね。これ今 0.25 ポイントなんですけれども、さらに細い線にしちゃったりすると、思いっきりそうですね 0.1 とかにすると線の存在感が思いっきりというか、かなり小さくなるので、ガラッとねまたニュアンスがちょっと変わってきたりするんですけれども、ということでまだまだ1日 3,40 分ずつですね、書き足していくような形で、作業を進めていこうかなというふうに思っております。今後もこの絵の完成の行く末というかですね、楽しみにしていただけたらとっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバーイ。